久々の試合でしたけども、はい、なんかこう結構あさり終わってしまったような気もするんですが、ご自身としてはいかがですか。ですね、試合時間どのぐらいでしたっけ。2分53秒2分53秒、3分ぐらいですね。なんか自分にはもうちょっと6分7分ぐらいやってるような感じで、まあ、グラウンドはそんな怖くはなかったんですけど、やっぱ立ちでの一回ローキック入れた時に構えをちょっと変えられて、なんだ奥の手でこう狙ってる感じのがすごく僕の中では、すごく時間がこう長く、いやもうこいつ狙ってるな、嫌だなっていう感覚で長く感じましたね。まあ、最初蹴りから入ってたと思うんですけど、あれはもう自分もう最初から予定してたんでしょ。そうですね、やっぱパンチでいっても絶対負けるん で、まあ、身長も高いしリーチもあるんで、いやいくら僕が足短くても足は届くだろうなって感じで一応狙ってましたね。向こうからパンチが来る場面というのは基本なかったと思うんですけど、はい、それでもやっぱりこう脅威には感じてたって。そうですね、もう完全ななんていうのかな、プレッシャーがもうすごいあって、一応あまり出さなかったですよね僕。これ振っちゃう上で振っちゃうと絶対来るなと思って、あんまり手は振らないようにしました。久々のドリームはどうでした、その雰囲気とかそういうのは。やっぱり、いいと思います。いいっていうか、なんて言えばいいですかね。やっぱスタッフの人とかもそのドリームっていうものを作り方がうまいと思いますし、やっぱオープニングとかですごくこうお客さんもそうですけど、やっぱり選手もこう盛り上がってくる感じがあるので、やっぱりいいですねドリームは、ね。こう久しぶりの勝利の味とか、あと40歳になっての勝ちとか、そういうのってどういうふうに思われますか。はい、40とかよく言われるんですけども、僕の中では正直誕生日、自分の誕生日だったり40歳っていうことだったり、そういうの数字っていうのはあんまり気にしないので、ただやっぱり体力的に練習したら回復が遅かったりとかそういうのあるんですけども、精神的にというかなんかちょっとずるくなってきてるので、ずるというかいい意味でですよ、いい意味でずるくなってきてるので、特に40歳だからとかそういうのは何にもないですね。今日はそれでいいんです。あと勝つこと自体が結構間が前回から空いたと思うんですけれども、その辺もそんな、まあ、前のことはすぐ忘れちゃうんで、特になんかものすごい嬉しいだったりとか、ちょっとものすごいショックだったりとか、そういう感情はあんまりないですね。もうこれ終わった時点で次また試合組んでもらえれば、できるだけできるように自分の体をこう作っていかないといけないと思いますし、そういうのしか考えないですね。まあ、今日ダメージもそんなになかったと思うんですけれど、大阪いかがですか、金網の方は。まあ、痛みっていうのは今興奮してるのであんまり今すぐは出てこないんですよ。明日になったらどっかしらものすごく痛くなってくるかもしれないので明日にならないと分かりません。ありがとうございます。VTR でお父さんがコメントを出されてましたけど、あれはご存知だったんでしょうか。なんかうちに取りに行くっていうのは聞いてましたけど、どういうコメントとかそういうのは聞いてないですけど。試合前にあれ聞いてどう思いましたか。帰ってこいですか。はい、帰ってこいって言われてもうちも子供いますし、ちょっと学校転校しなきゃいけないとかそういう問題も出てくるので、まあ将来的にはやっぱり僕も田舎者なので、
こういう都会よりは田舎の方に行きたいなっていう気持ちは少しありますけども、まだちょっと分かんないです。ありがとうございます。VTR の中で年金もらうまでやりたいとおっしゃってましたけど、はい、実際その今後についてはどういうふうな考えですか？そうですね、希望は、前は100歳まで言ってたんですけど、やっぱり100歳ってどう考えても無理だし、年金もらうまでも厳しいと思うんですけど、僕の目標でもないんですけど、僕のなりたい人っていうのは、なりたい人っていうか、なんていうのかな、目標ですかね、合気道 のすごい小さい先生いるじゃないですか、なんかすごく小さくて、外国人を、多分そうだと思います、名前わかんないですけど、小さくて、大きい外国人をこうドーンと飛ばす人が、ああいう風になりたいなっていうのはあります。はい、達人みたいになりたいっていうのは、そうですね、はい、はい、他にご質問はよろしいでしょうか。左手のサポーターが気になったんですけども、はい、まだ痛みというか、痛みはないんですけど、一応念のためというか、当たるとやっぱり骨がこう大きく太くなっちゃってるので、その分なんかここに衝撃あると筋とか痛めやすくなってるので、サポーターしてるだけです。もしまたその次大阪に出る場合もそういうサポーターじゃして、サポートして出ますね、練習の時もあれしてますので、はい、大阪の件先ほど聞かれてましたが、前向きに検討っていうことでいいんですかね。いや、だから明日になってみないと分かんないですね、なんか、刑事でやりたいっていう気持ちはありますか。今のところはとりあえず一仕事終わったっていう感じにさせてください。すいません、会見途中から来たんで、もし質問がかぶってしまったらすいません、9ヶ月ぶりのブランクっていうの、はい、9ヶ月のブランクっていうのはどうでしょう。過去にも長いブランクってあったと思うんですけども、その時と比べて調整法とか難しかったところはありますか。やっぱり今まで過去になんか調整失敗したりとかそういうのあったんですけど、今日はその調整はうまくいってたので、特にその9ヶ月とかそういうのはあんまり自分では感じなかったですね。やっぱり何年、2年も3年も空くと多分感じると思うんですけど、そんな感じなかったです。ちなみに一発も食らわなかったですか、パンチも何も。試合では立ってる時は入んなかったですけど、グラウンドの時はもう分かんないです。あとグラウンドになった時に、はい、頭をペシペシ叩いているように見えたんですけど、普通にパウンドじゃなくて本当に平手でペシペシ、平手ですね、はい、あれはあれは意味もなく、やっぱりなんていうの、こうやると自分のバランスが悪くなるんで、こうやってただけです。自分のバランスを考えてですね、なんだろう、僕はその殴るのあまりうまくないので、だからこういっちゃうと多分ひっくり返されちゃうかなって感じなんで、こうバランス取りながらで、背中とか叩いてたのもそっちの方にこう叩くことによってやっぱり人って意識いくので、そっちの方に意識いかしてひっくり返されないようにしてただけです。ドリーム12の話にまた戻ってしまうんですけども、前日会見の時に笹原さんはもう言葉通りにその出ようかな的な桜庭さんの冗談っぽい発言について、
言葉通り受け取った後、検討します的なことを言ったんですけれども、それについてはどう思われますか。笹原さんも結構いい加減なので僕はあまり気にしません、はい。まあ、でも冗談も半分入ってますけども、もうやっぱりその自分の中でやっぱり試合の数が減ってくると思いますので、まあ、できるときにできればいいかなっていうのもありますけど、やっぱりその試合前の緊張感とかも疲れるしっていうのもありますし、なんか嫌だなっていうのもあるし、なんかごちゃごちゃに迷ってるところです。すいません、もし、まあ、じゃあ12出ないとして、まあ今後例えば大晦日とかなった場合に、桜庭さんの具体的な目標っていうのは、例えば誰とやってみたいとか、タイトルに挑戦してみたいとか、そういう気持ちっていうのはありますか。特にはないですね。僕もともとそういうベルトとかあまり興味ないので、ただ誰とやりたいっていうのはもう特にはないですね。やっぱなんかこう自分からこう行くよりはなんかこう宿題出されてその宿題を片付けたいみたいな感じなので特にはないです。